はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒館はファミリー対今回11回目ですね。エデュシオン、はい、やっていきます。リセット。なんか前回とんでもないことをやってしまったような気がしてるんですけども、早速さっさとパスワード、ひよ、あれ、ひよ、音、違う、そむ、四番手、ここだけ日本語になってるな、四番手。ソヨビア、ネザチン、ガリ、シグ、ザ、ゆるが、ゼツ、ケム、ゼフ、ヌ、ナ、よし。前回さ、アイテム、持つアイテムはどうしようと思って、いい武器を売っちゃったんだけど、あれ失敗な気がすんだよね。いや、パラメーター的には、完全に今持ってる武器っていうのが、すんげえ低いんだけど、ただ、倒す分にはダメージ与える分にはダメージ与えてるんだよね。だけど、それがどこまでこう効果があるか、まあ、それがちょっと1点。で、あともう1点はちょっと、全然ルートを覚えてない。ただ、今日の1時間は丸々使うつもりで、ちゃんとこう、バッチシこう、敵を倒してレベルを上げて、最終まで行けるようになればいいかなっていう感じです。アイテムは、あ、これドツビラがあるから多分ここからすぐ行ける。よし、はい、じゃあ、オールドいらねえ。オールドはで、あれまだいるのかな、あの人まだいるのかな。あ、もういないよ。それ逃げるわな。それ逃げますって。あれ、ここどういう風に行くんだったっけ。
全然ルートとか覚えてないよ、ここは。まあいいや、適当に、ただどんどん倒そう。このゲーム、基本的に今はもう、指輪のおかげで体力もガンガン回復するし。わ、トイス食らってる。あ、そうか、今、ホールド食らったんだっけ。というのを忘れるぐらいダメージはちゃんと与えれてるから大丈夫だと思う、これで。大丈夫、大丈夫だと思う。ガンガンこう戦って、でも今ちょっと10万、あれだけ倒して、まあでもあれだけ倒してか、 あれしか倒してないのか分かんないけど、一応1000いったね。うわ、まあいいや、ちょっとこのフロアぐらいはもうどんどん飛ばしていい気がする。経験値稼ぐのはこのフロアじゃない気がする。もう少し先だと思う。前回のラス前ぐらい、この後ぐらいだよね。あの壁壊してたあたり、あれここいまいちつかめてないんだよな。あ、でもなんでこんなあっさり先のステージ行けてんだ。なんでだろう、鍵取ってるからかな。あれ、なんでだ。おかしいな、もしかして、あ、ちょっと待って、これこっちは、あ、こっちじゃないな、多分。クリアできるなら、まあイースよりはちょっと遅れを取ったけども、まあいい方じゃないかな。途中全然進まないとこあったからね。待ちだと思うんだけど、やべ、なんか食らってる、すげえ食らってる。うわ、やべやべ、やっぱこのゲーム複数の敵相手にしたらダメね。いや、相手にしたくて相手にしてるわけじゃないんだけど、今どんぐらい ?3500 か。でも前のペースから言うと1万ぐらいいってもおかしくないね。11万とかでもおかしくないよね、レベルアップは。よし、こっちだ。あー、ちょっとあれ倒そう。っていうか、ここはちょっと一回魔法ちゃんと使っとこう。あとスリープぐらいちゃんと使えるようになっとくと多分。ああ、来た来た来た、こっちこっちこっち。できればもう一個レベル上げたいな。ボス戦行く前にレベル上げたいな。ん？こっちだよね、多分。で、ここで下だよね。いや、持てない。あ、ちょっと先にこいつ倒そう。あ、こいつまた、いいぞいいぞ。間違えた。4958、あと50体ぐらい倒しておこうか、ここで。いや、次でいい。ここ、あ、ここ強かったっけ？てか、覚えてねえよ。
こどんなルートだったっけ。まあいいや、ちょっとこれいずれにしても迷いそうだから、結構ここで自然と経験値稼ぎができるんじゃね。できないかこれ。この進んでる感のないあれね。わ、こいつ一撃で倒せるようになったっぽいな。そうでもなかった。こいつ強かった気がするんだよな。一撃？やべ、あぶねえ。うわ、入ったね。1時間フルに使ってやるか、クリアしてしまって残り時間で2人目の挑戦始めるっていうのもあるけど、でもこれ終わって11回もやっててすぐこれの2つ目の挑戦をするともちょっと間がない気がするんだよね。だったらなんかイースやった方がいい気もするし、どうなんだろう、どう思われてんだろうなこれ。まあそう思われるほど見られてないのかもしれないけど、とりあえずね、なんかこうたまにコメントでこれやってください的なのは、見ることは見るんだけど、いまいちこう自信、面白くなる自信、僕自身が心を込めて面白いと思って遊べるかどうかはわからないんだよね。そこは怖いんだよね、いろいろと。あと16匹くらい倒せば大丈夫。あ、なんかあいついいなって、敵の出方がいいな。危険だ。間違えた。それ使っちゃダメ。ヒール、でもヒールの上位魔法がないのがこのなんか昔のゲームらしさだよね。あれだけ攻撃系固めてんだったらなんか回復系も2個ぐらいあってもいいもんね。スリープとか1個でいいけど。わあれレベル上がんねえな。1万じゃないんだ、もっとなんだ。マジか、すげえな。違う、魔法スキル。マジか。うわ。ちょっとあそこを倒しに行けないし、行きたくない。ああ。うわ、どっちだ、こっちか。結構さっきからピンチだぞ。やばいな。よし。
常時100あれば大丈夫だろうというちょっと過信過信ですね。どんくらいだろう、1万2000ぐらい。あれ前、あれ前回このとこから入ったっけ。え、ちょっと待って、これ何、ちょっと待って、これ何、入ってないよねこんなところ。ちょっとどういうことだ、フェイクってこと。ちょっと寂しいな、特に何の演出もないフェイクほど寂しいもんはないぞ。まあ、ある意味心のダメージは受けたけどさ。いや、え、今日は時間が気になるね。とりあえずもう一個レベル上がるのと、上がるのがどのぐらい時間がかかるかっていうのがちょっとね、一個ポイントで。で、あとはボス戦、あ、こっちか。これだ。ここ。で、なんか石の中に一つ、この、ワープ床を隠してる、こいつだ。お前だろう。1885だって。1万2000ぐらいで経験レベル上がるのかな。おなんであいつ後ろ向いてんのにこっちダメージ受けてんだよ。あっちまん、わかんねえ、やばいな、レベルが上がるタイミングが全くわからん。しばらくここで経験値稼ぎでしょう。もうないのか。まあいいや、ちょっと、あ、そっか、アイテムがあるわ。装備。こいつ1個使っとこう。よし。これでしばらくバッチリ。1万3000とか稼いでるけどレベル上がんないね。マジか。え、マジで上がんないの、これレベル上がんないね。壁の近く、試験、これ10万とかかかったらちょっと笑えないんだけど、レベルアップ2万ぐらいかな。じゃあとりあえず1万5000くらいで行ってくれるんだったらまだやりがいがあるんだけどな。でも一応こうしばらく今魔法も使ってないんで、アイテムが、アイテム1個手に入ってもいいようにバッハ持たせたし、そう、敵を倒してアイテムが手に入ったら次のマップ行ってもいいかな。じゃあ手に入るか知らんけど、
1万5000いきました。1万5000いってるけどレベル上がってねえし、どうなんだ、2万なのかな。もうレベルが上がりにくい領域に来てるのは確かだな。でもここで本当にレベルが上がらないか上がるかで今後の戦い方が変わるんですよ。もうレベルが上がらないんだったらもうどんどん進むしかないけど、経験値稼いでレベルが上がるんだったらもう少しこう慎重に戦えるし、まあ、レベルは今キリがいいんだよね。ちょっとね、でもこいつ1匹でどんぐらい経験値稼いでんだこれ。6460。6460が135か。結構いいね、いいペースですね。それはいい経験値ですね。危ねえな、何味間違えた。それじゃねえ、違う、いや間違えた、間違えた上にダメージまで食らうという。面白いか面白くないかっていうと微妙な展開になってきたね。レベルが上がるから面白いっていうのもあるんだけど、レベル2万ぐらいで上がるだろう、上がるんだったら、仮に上がるんだったら2万ぐらいで上がるだろう。まあどっちにしろ2万だな、限度は。今ここで経験値稼ぎする限度は12万だよね。ほんともくもくプレイだなこれ。9295、6体ぐらい。レベル上がんねえで、もうこれマックスなのかなレベル。ちょっと待って。これもうわけわかんねえな。レベル上がんないのかなこれ以上。ちょっと笑えないな。笑えないな、ちょっと。いや、逆に言うとここで釣り行ってやられたりした時にまた経験値が戻っちゃうこと考えると行きにくいんだよな。でも40キリがいい気もするし、40で経験値1
10万っていうのもすごいキリが良かったんで、どっちかっていうと40で9999、あー死んだー、あー、うわー死んだー、うわー、ちょっとちょっと、あー戻った、あーダメだ、やる気がよし、もうもう一切もうバトルをしないでいこうもうこれ以上この人強くならないんだ。いやー今油断したな、油断したな。で前回生き返ったのを一回見てる、あれも良くない気がするんだよね。あれでなんかこうパワーを使い切った感もあるよね。ちょっとそういう意味ではやばいな。これはもう精神的ダメージでかいな。もう基本的は無視します。もう全部無視します、全部無視しますおお、よし気合い入れてこう、気合い。あやばいな、やばいぞやばいぞ。これをだよな、これは下だよね多分。そっか、もうレベル上がんないと思った方がいいよね、正解だよね多分。戦うのは前回やられたところだよ。あそこで多分鍵が必要なんだよ、鍵が。シルバーキー絶対あれゴールドなんだよな、色が。扉一緒だし、あ、でもあれか。他の RPG でも当時のだと大体あんまり鍵の見分けってないか。でもドラクエなんか当時鍵があれば何でも一回だけ開けれたけどあーもうめんどくせー、めんどくせー。もう戦うしかないか。回り込むような感じで、多分こういう回り方で、なんか行ったか進んでるか、なんか進んでるかどうかわからない穴に入って。前にいるやつは戦う、てか前にいるやつは切るか。あ、またこのパターンか。あれ、これもループしてんのかな。そんなことないか。これでこっちかもしれない。
たき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 た。で右上の方だよね多分マップの。参ったな。あの経験値3万さまで2万いくらか返せよ本当に。あっこいつ、あないのか。あでもあとの2体は消えたか。マジか消えてくれ消えてくれ。よした時にやつのダメージも戻ってたりするのかな。それ嫌だな。可能性あるな。その可能性考えてなかったな。可能性はあるな。消えるってことはこいつのヒットポイントも元に戻ってる可能性あるな。あ戻って大丈夫だ。よーし。こうやってうっすら見えるんだよね。どこだったっけ。あうっすらじゃなくて本当に、あそうこれか。思い出したよ。いや0って時があるな。ダメージ計算するのめんどくさいし。あ、よしよし倒してた。あ、違うのか。あ、これか。これか。これどうしたっけ。あ、思い出した。これユニコーンは出てこないのか。出てこない。消えてるだけで倒してないんだよね。これどういう、これ自分が参戦していいのかよくわかんないんだよ。まあいいや。またあのメニュー開いて戻さないと動けないのね。同じなんだよ前回と。動けないからボタン連打しとこわ。倒して倒して。倒してないから紛らわしいんだよ。これ本当にダメージ与えてんのかな。ただ重なってる、重なってるだけなんだ。だってこの状態手離してるからこれコマンド入れてないんだよ。ってことはこれは違うんだよ多分。これでこれで動かなきゃいけないの多分。こういうことだろう多分。あ今ダメージ食らった。一回右に戻りたいな。でもう一回これで、あれ
これただ重なってる時攻撃も何もしてなくてただ単にピコピコ鳴ってるだけなのかもしれない。ダメージ与えてないのかもしれない。もうわけわかんねえ。もうどういうことだよ。ちょっとこいつ倒した時に4909ね今。攻撃、あ、決まった。あ、あれ経験値入ってないな。わからんわ、もう。もう何がない、あ、なんかこいつらなんか倒しておかないとあの扉が開けられないから、ちょっと、とりあえず嫌でも戦おう。嫌でも。かけても当たったら、あ、ちげ、なんで今撃った、何撃った今、あれちょっと待って、今何撃った、あ、違う、思い出した、そっかそっかそっか、さっきの武器まんま持ってるから、あれそういうことか、そりゃそうだよ、ダメージ与えられないのは事実だけど、やべ、あぶね、魔法を温存させてくれ。ちょっと回復を、そっかそっか、ちょっと武器ミスったな、ちょっと進んじゃおう、進めるだけ進んで、こいつかな、アイテム、鍵くれ、鍵、鍵、鍵をください。多分鍵ないんだよね今。多分持ってないよねここの鍵は。ロック。いやー知らんよ、どれ倒したらいいんだ。おった、ピンクキー、まあピンクキーですか。いやーフルじゃない、アイテムもう持てないじゃない。体力回復するまで、あ、次のマップ行っていいのかな、これ。次のマップ行った方がいいのかもしれない。ちょっと、ここはなんだ、また同じだな、また同じようなマップだな。じゃあまたワープ探しか。あ、壁がある、あの奥に行くってこと？少なくともなんか壁の下に、壁の下にあれだね、あのワープエリアはないね。やべ、あ、マジか、マジか、これ、いやー、きついな、今。
マジですか、これどうしよう、どうしよう、これどうしよう。ちょっと今左に逃げちゃったのが思いっきりこう誤算になってるみたいな。たくさんダメージ食らったのはそのせいだもんね。もう出てくんな、出てくんな。あれなんか壁の重なり方変じゃない？向こう3つ重なってない？あれあっちに、どうなってんだあれ。あとこのピコピコ鳴ってる音はなんだこの。これもう出てこないのかな、もう出てこないのかな、これもう出てこないのかな。君さ、どっちどっち行ってんの、どっち行って、そこテティそこにいるから。いやいやいや、すげえ、ちょっと待ってやお前、まあ、壁倒してくれんならいいけどさ。あ、そっか、ちょっとまたよくわかんない状況が起きてる。よしよしよし、いいぞ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 。この先なんだ、なんだこれ、なんだこれ、ちょっと待って、これなんだ、あ、今体力2とかだったよね。あーぶねー、え倒したってこと？え、ちょっと待って、体力2だけど、え、ちょっと待って、これ、え、何をどうすんのこれ。アイテムがこれしかない。魂の石？使うのかなこれ、装備。何これ。黄金の句は、ちょっと待って、何が起きてんの今。ちょっと待って、何が起きてんのこれ。ちょっと待って。よくわかんないんだけど、何装備したアイテムがいきなりなくなるってどういうこと？装備してみようか、これ。え、何これ、黄金のクワ、え？よくわかんない。なんだこれ、何これ。帰ってきたってことはこれでクリアか。勇者叫んかんよ、そなたの働きは見事じゃった。そなたのおかげで伝説の魔王を再び、読めない読ましてくれ。エジシオン国3万年の3000万の国民に代わって礼を、あーもう読めねえ。ボタン押してないんだよ、ボタン。生まれ故郷へと向かった、はあ、これ今ボタンを押してないからこう進まない。あ、でも進んでるわ。佐藤の先はまあ一瞬我が目を疑った。今全然ボタンを押してないし押す気もないです。あれほど美しかったふるさとが魔王との長い戦いで荒れ果ててしまったのだ。どういうこと、何がいけないんだこれ、何がいけないんだ。食べ物もわずかしか残っていないので人々は痩せ細り聖地を失っていた。これは何なんだろうな。これは必ずこのエンディングになるのか、何か途中で行動したことで、なんか、よし、お百姓さんになって、上に苦しんでいる人々を救ってあげよう。ちなみに今、時間的には44分。まあ、ちょうどいい感じかな。このエンディングが全員違うのかな？そういうことなのかな？単純に。総決心した作家は、聖剣を桑に持ち替え、毎日畑を耕していたのであった。なんのこっちゃ。ファミコンバージョンスタッフ。ああ。ラフターデザイン、ミネオマヤ。
あんまゲームプレイしてて、あのオープニングのあのキャラ選択の絵ぐらいだよね、悩みにお先生の絵って感じられるのは。上田さんがプログラムしたのね、メインはね、うん、サブプログラムキロキ、大川さんか、大川ひろきさん、大川ひろきさんね、うん、デザイン、ヤクルト池田誠高橋、まあ池田ヤクルトさんはこれが偽名かな、ペンネームか分かんないな、和尾沢、サウンドプログラムが広志、広志山崎、テストプレイヤー、エマリンかな、マヒタン、ヒタクボ、上の2人は女性なのかな、わかんないな。スペシャルサンクス、ヨコリン、藤高ナスビ、部長クスケ、オダチン、ミミタン、ミネコ、ジュンヤ、コボリ、トシカズサカイ、新一か、新一小林、アキラ、成田アキラか。で、中尾、中尾坂、秋葉坂か、湯のみ、お茶用、ディレクターホークサトシ。なんか結構半分以上ぐらいペンネームな、ペンネームというかハンドルネームというか、プロデューサーヨッシャー松、エグゼクティブプロデューサーイクロウライ、イクロウライか、これはあれかな、東京書籍の社長さんとかその辺の名前あさると出てくるのわかんのかな、まあまあいいや、フィン畑を耕すヒーローみたいなね、シュールなエンディングでしたね。これ音楽的にはループなのかな、切り替えいいとこになったらちょっとボタンを押してみましょうか。ループしてるよね、完全に。この辺でボタンを押してみようか。あ、もうこれ以上いかないわ。はい。ということで、正直さ、このエンディングの絵も、例えば一枚絵とかじゃないから、やっぱりこれを見て、マヤミネオさんの絵っていう感じにはならないから、やっぱ、パッケージだけだよね。パッケージとキャラ選択の絵ぐらいだよね、あのマヤミネオさんの絵って感じるのは。あとトリセツねトリセツの絵はね、確かにね、あのマヤさんっぽい絵があるんだけど、そのキャラクターの絵がまんまゲームに反映されてるかっていうとかなり謎です。なのでね、まあ、あのそういう感覚でね、マヤミネオさんのをどのぐらいゲームで感じられるかは、まあ、大体あのそういうところで想像していただければよろしいかと思います。まあ、逆にじゃねえな、あの今のね今の僕のあのパスワードであの1回でねクリアできてるってことは、あの皆さんもあのパスワード入れれば、まあ、クリアできるんじゃないかなって気がするんで、まあ、あの頑張ってください。他のキャラでやる気が起きたかどうかはちょっと何とも言えないところです。はい。まあいいや。次回何やろうかな。まあまあちょっとね、考えてみます。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。